応援団の法人会員であります、企業版ふるさと納税マッチングサポート、とししげと申します。私どもはですね、自社でシステムを売るというところではなく、このデジタル田園都市国家構想をですね、側面から応援する企業でございます。今日お越しの皆さんは企業の方、また自治体の方だと思いますが、双方にメリットのあるような点をさせていただきます。はい、まず企業版ふるさと納税という制度なんですが、実際に皆さんお耳にしたことございますでしょうか。個人型の企業版ふるさと納税と同じように企業が地方公共団体に、ふるさと納税を行うといったシステムの国の制度です。それに関して、個人型であるようなお肉とか野菜とかそういう返礼品があるわけじゃないんですね。ただ企業は寄付金に対しての、法人税が控除になるというメリットがありますし、何より大きいのはその自治体と企業が結びついて新たなビジネスチャンスが生まれるといったところがあります。制度の概要としては記載の通りですね、寄付額の全体の9割がですね、最大で9割が法人税控除になるということですので、自社にとって、税額控除のメリットがあるという制度になっております。はい、まだ新しい制度ではあるんですが、ここ2年急激に伸びておりまして、昨年令和3年の実績が日本国全体で225億といったところであります。件数でいくと約5000件ですね。令和2年度前年度と比較しても、寄付企業数でいくと3000社を超えています。この中で今日ご紹介の企業様でも寄付をしたことがあるという企業はあるかもしれませんが、今日本国で3000社が企業版ふるさと納税の制度を活用しているといったところであります。企業のメリットとしては、企業の PR になる、地方公共団体との新たなパートナーシップを構築できる、あるいは SDGs や ESG に、寄与する等々が、挙げられております。企業のメリットは、右側、それから今日は地方公共団体自治体の方も来ておりますが、寄付金を入手するということと、あとは寄付企業との新たな連携ができるといったところですね。先ほど、愛知県豊田市の方の発表でも企業様と連携をというのがありましたが、もうすでに日本全国で、1000以上の自治体が企業と連携を始めております。はい、企業が企業版ふるさと納税を活用して自治体とつながることによって、自治体さんの課題について一緒に相談をすることができたり、企業としてのアドバイスをできるといったところがメリットです。実際にあった例なんですが、あるエネルギー会社がある自治体に寄付をしたことによって、そこの、自治体の中でですね、地域電力の新会社の設立に向けて自治体の中でプロジェクトができて、その寄付企業が一緒にメンバーに参画して話を進めたであるとか、先ほども話ありましたが、太陽光パネルの設置や公用車の電気自動車化を直接自治体に提案して導入に至ったというケースもございます。マッチング事例でいきますと、これ静岡県の牧之原市というところに東武トップツアーズが、寄付をしたことによって、日本で唯一、人工の、サーフィンプールがあるんですが、そこに東武トップツアーズの看板が出て、町と連携して、人を呼ぶような努力を行っている。さらに、町の方がですね、日本国に対して、根性報奨の申請をしていただいて、根性報奨の受賞できたなんていうことですね、企業にとってもメリットのある制度になっております。皆さんも新聞等で見たことあるかもしれませんが、よく新聞やテレビにですね、ニュースで取り上げられているといったところでございます。はい、あとは弊社なんですが、東武トップツアーズと地域活性化センター、全国1700以上の自治体を会員に持つ組織で、構成して、作った新しい会社でございます。企業の皆様方と自治体の皆様方をつないで、自治体の、発展に結びつけるというところが狙いの企業でございます。この後私もですね、懇親会の方も参加させていただきますので、ぜひ企業の皆様、それから自治体の皆様、お話をさせていただきたい。双方にメリットのあるこの国の制度を活用して、共に会社地域の発展につながればいいなと思っております。以上でございます。ありがとうございました。そしてどうもありがとうございました。企業版ふるさと納税、皆さん
よくお話しいただいています、うん、こうした仕組み、そしてさまざまな機械作り、大田区は仲間回しという古くからの伝統を持っております。仲間回しに加え仲間を合わせる、こういったマッチングというだけではなく、多くの人たちの心を合わせ、気持ちを合わせ、日本の活力を盛り上げていく実質的な参加、学民の連携という一つの形になっているのではないかと思います。後ほどまた、としげさんとも別の話していただけると思います。ありがとうございました。